はい、安倍内閣総理大臣。まあ、この官房長官談話についてはですね、官房長官から答弁するのが適当であろうという判断でございます。福島さん。官房長官、踏襲されますか。菅内閣官房長官。この談話について、私、一貫して申し上げていますのは、これまでの歴史の中で多くの戦争がありですね、その中で女性の人権が侵害されてきた。21世紀こと人権侵害のない世紀にすることが大事であって、日本としてもそのために全力を尽くしていく。さらに慰安婦問題について、これは引き続きに尽くしがたい辛い思いをされた方々の思い、非常に胸が痛む思いである。この点については歴代内閣と同じようにですね、安倍内閣も歴代内閣と同じであります。さらに安倍内閣としては、この問題を政治問題、外交問題にさせるべきじゃないというふうに考えています。前回の安倍内閣において、この問題について、閣議決定をされたという、経緯も踏まえて、内外の歴史学者、有識者の手により、さまざまな問題について研究が行われている中で、この問題についても学術的観点から、さらなる検討が重ねられることが望ましい、このように私は答弁しています。はい、福島みずほさん。はい、今の時点では踏襲するが、その研究結果によっては見直すこともありうるということなんでしょうか。はい、内閣官房長官。今、私自身が答弁をしたことに私は尽きるんだろうと思います。はい、福島さん。いや、答えてください。今は維持するが、その研究結果によっては変わるんでしょうか。では官房長官、この河野官房長官談話、その募集移送管理等も還元強圧によると総じて本人たちの意思に反して行われた、この部分は維持されるんでしょうか。菅内閣官房長官。この談話に対しての内閣の見解は、今私が申し上げたとおりであります。福島さん。維持されるということでよろしいんですね。菅内閣官房長官。今申し上げたことにつきます。はい、福島みずほさん。これ、河野官房長官談話に関して、今は維持するが検討するというふうにおっしゃるから、これが変わるんではないかと、多くの人が不安に思うし、私も不安に思うわけです。どこかを変えてしまうんじゃないか。でも例えばインドネシア、そしてフィリピン、インドネシアのオランダの捕虜のところから女性たちを連れていく、フィリピンや東ティモールやいろんなところで強制的に連れて行ったことがあります。そして重要なことは、強制、どうやって連れて、拉致もあるだろうし、欺罔もあるだろうし、人身売買もあるだろうし、そういうふうに直接連れて行った場合もあるだろう。しかし、総じて彼女たちの状況が人権侵害であった、ここがポイントです。その部分は変えないということでよろしいですか。菅内閣官房長官。私は見直しを含め検討という内容のことを述べたことはありません。はい、はい、福島さん。はい、見直しをしないということで改めてよろしいですね。はい、菅内閣官房長官。私は見直しを含め検討という内容のことをですね、述べたことはいまだにありません。はい、福島さん。総理、それでよろしいんですか。はい、内閣総理大臣。この問題については官房長官から答弁することになっております。福島さん。はい、とても大事なことに関して総理が答弁をされないのは残念です。村山談話に関してもどこを維持するのか維持しないのかはっきりおっしゃらなかったことも極めて残念です。はい、この大事な談話をきちっと維持するよう強く求め、私の質問を終わります。以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。次に水戸正史君の質疑を行います。委員長。水戸君。日本維新の会の水戸正史でございます。この予算委員会におきましても、TPP に。今、私自身が答弁をしたことに私は尽きるんだろうと思います。はい、福島さん。
や、答えてください。今は維持するが、その研究結果によっては変わるんでしょうか。では官房長官、この河野官房長官談話、その募集移送管理等も還元強圧によると総じて本人たちの意思に反して行われた、この部分は維持されるんでしょうか。菅内閣官房長官。この談話に対しての内閣の見解は今私が申し上げたとおりであります。福島さん、維持されるということでよろしいんですね。菅内閣官房長官。今申し上げたことにつきます。はい、福島みずほさん。これ河野官房長官談話に関して今は維持するが検討するというふうにおっしゃるから、これが変わるんではないかと多くの人が不安に思うし、私も不安に思うわけです。どこかを変えてしまうんじゃないか。でも例えばインドネシア、そしてフィリピン、インドネシアのオランダの捕虜のところから女性たちを連れていく、フィリピンや東チモールやいろんなところで強制的に連れていったことがあります。そして重要なことは強制どうやって連れて、拉致もあるだろうし、欺罔もあるだろうし、人身売買もあるだろうし、そういうふうに直接連れて行った場合もあるだろう。しかし総じて彼女たちの状況が人権侵害であった、ここがポイントです。その部分は変えないということでよろしいですか。菅内閣官房長官。私は見直しを含め検討という内容のことを述べたことはありません。はい、はい、福島さん、はい、見直しをしないということで改めてよろしいですね。はい、菅内閣官房長官。私は見直しを含め検討という内容のことをですね述べたことはいまだにありません。はい、福島さん。総理、それでよろしいんですか。はい、内閣総理大臣。この問題については官房長官から答弁することになっております。委員長。福島さん、はい、とても大事なことに関して総理がについては歴代内閣と同じようにですね、安倍内閣も歴代内閣と同じであります。さらに安倍内閣としてはこの問題を政治問題、外交問題にさせるべきじゃないというふうに考えています。前回の安倍内閣においてこの問題について閣議決定をされたという経緯も踏まえて、内外の歴史学者、有識者の手により、さまざまな問題について研究が行われている中で、この問題についても学術的観点からさらなる検討が重ねられることが望ましい、このように私は答弁しています。はい、福島みずほさん。はい、今の時点では踏襲するが、その研究結果によっては見直すこともありうるということなんでしょうか。はい、内閣官房長官。はい、安倍内閣総理大臣。この官房長官談話についてはですね、官房長官から答弁するのが適当であろうという判断でございます。福島さん。官房長官、踏襲されますか。菅内閣官房長官。この談話について私一貫して申し上げていますのは、これまでの歴史の中で多くの戦争がありですね、その中で女性の人権が侵害されてきた。21世紀こと人権侵害のない世紀にすることが大事であって、日本としてもそのために全力を尽くしていく。さらに慰安婦問題について、これは引き続き尽くしがたい辛い思いをされた方々の思い、非常に胸が痛む思いである。この点